大阪市消防局対象消防署、対象消防署、対象消防署は、大阪市、対象区にある大阪市消防局が管轄する消防署である。本署は、対象区小林東3丁目に位置し、伊豆を鶴町の2出張所、13台の消防車、1台の救急車が配備され、対象区の安全確保に努めている。昭和九年、小林町に開設され、 同年の室戸台風の被害を受け、昭和11年に鶴町出張所が建て替えられた。その後、昭和17年から18年の間に、北岡島警備屯所、南岡島警備屯所、船町警備屯所の3つが開設され、昭和19年にすべての警備屯所が出張所に昇格したが、昭和20年の大阪大空襲による消失のため、 市内の12カ所消防署も被害を受け、対象消防署は統廃合され、臨港消防署に解消した。その後昭和21年には、日消防署と解消された。昭和23年の消防組織法の施行により、日消防署から分割され、対象消防署が新設された。なお、消防本署は、 昭和39年に建て替えられ、伊豆尾消防出張所は平成4年2月、鶴町消防出張所は平成7年にそれぞれ新設され、現在に至っている。本所伊豆尾出張所、鶴町出張所大阪市消防年報大阪市消防局、2009年10月23日、私たちの町対象区 P60。ありがとうございます。